北京五輪で3連覇かかる、羽生結弦。大技の難易度に富津氏が言及。2月に開幕する北京五輪。フィギュアスケートの羽生結弦、ANA は、男子シングルでは94年ぶりの3連覇がかかる。フランス地元紙は、威厳とともに、レジェンドの領域に踏み込もうとしていると特集している。フランスの地元紙、ルマニテは、北京五輪、結弦羽生。五輪3連覇4回転アクセルとの見出しで特集記事を掲載。大技、4回転アクセルの成功なるか注目が集まる、羽生結弦について。フィギュアの連覇王者の日本人は、2月4日に北京で開幕する冬季五輪で威厳とともに、レジェンドの領域に踏み込もうとしていると紹介している。特集では、羽生結弦が2011年の東日本大震災を仙台で経験し、フィギュア界の頂点にたどり着くまでの道のりを紹介。彼は、彼の規律を歴史に刻むために、北京でタイトルの防衛を目指すことになると記している。前人未到の4回転アクセルの難易度にも言及。しなやかさと爆発力。練習以外で、どのアスリートも成し遂げたことがない4回転アクセルは、まさに彼の究極のゴールだ。高速で4回転半旋回し、完璧な着氷も決めることは、とてつもないこと。もしも成功すれば、凄まじいスコアが表示されるだろうと予想している。羽生結弦は、グッズ売れ行きも金メダル級注文殺到の新商品は、北京五輪でお宝かか、北京五輪開幕が1週間後に迫る中、主役を担うフィギュアスケートの羽生結弦、27イコール ANA がグッズの売れ行きで一足早く金メダル級の実力を見せている。今大会では3連覇と世界初の大技、クワッドアクセル、4回転半ジャンプにチャレンジ。海外メディアも偉業挑戦を特集するなど、世界中から注目を集めている。一方、所属スポンサーの ANA、全日空は27日からオフィシャルグッズ第1弾を発売。同社によれば、羽生結弦を商品化したのは今回が初めてで、初日から異例の売れ行きを見せているという。ファン待望のグッズは、羽生結弦のシルエットが描かれたユズボトルと、ユズタンブラーの2種類。ANA の搭乗券を持った人のみ、購入可能で、機内や搭乗者専用 EC サイトで発売された。午前10時の販売開始から注文が殺到し、同社広報によると反響が大きく、1日の売り上げとしては今月の1位でした。注文者の約9割が2つの商品を同時購入したという。SNS でも大きな話題となり、中にはこのために ANA の飛行機に乗りますという人もいたほどだ。同社広報は昨今の社会状況から、羽生結弦選手も弊社もお客様を元気にしたいという思いが今まで以上に高まりました。これまでいただいた多くのご要望にお答えしましたと、発売の経緯を説明。また、羽生結弦の金メダル取りがかかる2月10日、男子フリーからは、搭乗券を持たない人も購入可能になる。偉業達成となれば、ファンにとってお宝となりそうだ。